先石塚山古墳、先良山古墳、先田勝家古墳国土交通省国土画像情報を元に作成政務天皇教場立列地公領廃所先石塚山古墳は奈良県奈良市三笹町技五両前にある古墳。形状は前方公園墳。先立て列古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被葬者は明らかでないが、区内庁により、 京上建て列土工寮として、第十三代聖武天皇の御捧ぎに事情されている。先寮山古墳の西に接する前方公園墳で、墳丘は南面している。全長218.5メートル、公園部の計132メートル、高さ19メートル、前方部は幅121メートル、高さ16のメートル規模である。墳丘は三段に蓄積され、 付近紙が多用されているために、石塚山古墳の名がある。前方部の前面を除いて、集合の幅は全体に狭いが、ことに、東側では極端に狭く、先量産古墳の後円部の集合が当古墳の首レブに食い込んだ状況である。先量産古墳が先に築造されていたためであろうが、どのような理由から、このように接近させて、古墳を築造させたのか不明である。 先両三古墳との時期差は数十年の差はないようであるので、両古墳の被葬者には親族関係など特別な関係が存在したのかもしれない。集合外には北から東北にかけて三期の倍長があって、順次号、ロ号、ホ号と名付けられている。江戸時代の記録によると、公園部に縦穴式石室と長持ち形石棺があることが推定される。 また鏡、玉、剣などが洞窟されたらしいが、詳細については不明である。先石塚山古墳は、西武天皇陵に事情されているが、俗日本語記によると、神宮皇后の教場建列ごみ捧ぎと間違えられた時期がある。843年、議員があることにより、改めて北を、神宮皇后陵、南を西武天皇陵と決められたことが記録されている。 不創略記には1063年、幸福寺僧の正藩らが、聖武天皇寮の副創品を盗掘し、事件が露見し連座した16人が、流刑になった事件を記している。これは、御寮に関する記録としては珍しいものである。また、時代が下って1844年と1848年にも、盗掘を受け、石棺から、 多数の曲がたが持ち出され、奈良奉行所が取り調べた記録があるという。奈良奉行所の記録によると、同じ時期に、付近の御社人古墳や宝来山古墳も洞窟に受け、付近の住人ら12名が、先室か山古墳を含めた3カ所の古墳の洞窟犯として捕らえられた。首謀者と見られる4人は酷示し、これら4名の遺体は塩詰めにして、奈良市中を引き回しの上、 貼り付けに処せられたという。幕末の後部合体推進のために、両母の整備を進めていた幕府が、見せしめとして犯人を厳罰に処したことが伺える。先両産古墳など他古墳との位置関係や、墳丘の形から古墳時代前期末頃に属するのではないかと考えられている。ありがとうございます。